固有格闘家の解説付き、キックボクシングスパーリング、うひよう、うひよう。神の子キット、マサトちょっとペースが怖い。はい、皆さんこんにちは。というわけで、痛々しい場面から始まりましたが、はい、キックボクシングのスパーリングをお届けします。はい、白いヘッドギアのかけるさんは、来月ね、試合に出場します。今日はゴミさんとね、キックボクシングのスパーリングです。はい、かけるさんはね、サウスポーです。ゴミさんは右利きの、右構えのオーソドックススタイルです。かけるさんの方がね、身長大きいですね。手足長いですよね。ゴミさんはね、手足短いですね。昔の人ですね。昔の人体型です。足も短くて、かけるさんはね、手足長くてスラッとしててイケメンで、まあ、筋肉質で、まあ、現代っ子ですよね。かっこいいスタイルしてます。スタイル抜群ですね。ヘッドギアでね、隠れてますけどね、まあ今風のイケメンですよ。はい、ゴミさんの飲料が入りますね。はい、ゴミさんの外ロー。はい、ゴミさんジャブつきますね。ゴミさんね、外側のローキック蹴りますね。相手サウスポーなんで、やっぱ蹴りにくいんですよね。でゴミさん、サウスポー苦手だって言ってましたからね。ゴミさん外ロー蹴ります。でゴミさんの右ミドル、ロー蹴られました。ゴミさんはね、右のガードが低いんですよね。ゴミさんね、右手の方、銀色のグローブの方ずっと下がってますよね。はい、ゴミさんのジャブ、すごいですね。ハイキックですね。今かすりましたね。素晴らしいですね。はい、ゴミさんのローキック。はい、第1ラウンド終わりです。はい、インターバルね、これ早送りしてますけどね、1分ですね。神の子キット、マサトちょっとペースが怖い。はい、じゃあ第2ラウンドですね。はい、かけるさんローキック打ってきます。はい、ゴミさんもローキック打ってきます。はい、ゴミさん追い詰められてます。ゴミさんのインロー、かけるさん前蹴り打ってきますね。はい、左ミドル。はい、ゴミさんのインロー、コンとした右ストレート、触りに行きましたね、これはね。はい、ゴミさんの外ロー。はい、ゴミさんの外ロー。
ボディショット伸びますね。はい、ゴミさんのローキック、はい、ゴミさんのフック空振りしました。ゴミさんはね、もうね、おじさんなんでね、スタミナがないんで、このような感じだとゴミさんバテてますね。ゴミさんバテてますよ。はい、ちなみにね、これ余談ですけどね、ゴミさんはヘビースモーカーなんですよ。有名ですね。はい、ゴミさんローキック。ゴミさんもスタミナがないはずですね、これね。ゴミさんはあとね、ドランカーですね。いろんな意味でドランカーなんですけど、特にゴミさんね、お酒ばっか飲んでるんでね、本当にただの酔っ払いって言ったら酔っ払いなんですけどね。ゴミさんも引退してかなり経つんでね、今はただの本当あの飲んだくれですよね、基本的には。ゴミさん疲れてるんであんま動きが減ってきましたね。ゴミさん省エネファイトになってきました。インロー、ゴミさんのインロー、はい、ゴミさんスレスレでかわしましたね。外しましたね。あ、ゴミさんのバックブロー、はい、ゴミさんのロー、お、隠れさんのストレート、はい、ゴミさんのローキック、フック、はい、ゴミさんのフックがかすったところで第2ラウンド終わりましたね。はい、ここでインターバルです。はい、しつこいほど金敵を見せましたけど、はい、第3ラウンドです。ゴミさんね、疲れてるんでね、フットワークがね、ゆるいですね。ゴミさん疲れてますね。ゴミさんはとにかくスタミナがないですからね。はい、ゴミさんの外ロー、はい、隠れさんのミドルキック、ボディ、はい、ミドルキック、ゴミさんインロー、はい、ゴミさんの外ロー、ゴミさんのミドルからのフック、これがね、ゴミさんのローブロー当たってしまったんですよね、このローキックがね。ゴミさん右構え、かけるさん左構え、これはね、さっきあたら映像で出たようにね、マサト選手、キッド選手とか天心選手、堀口選手みたいに、ね、左構え対右構えだと、角度的にね、インローが当たってしまうことが多いんですよね。これね、食らった時ある人しか分かんないと思うんですけどね、めっちゃきついっすよ。あの、当たるところが本当に深いと。はい、回復したので後編に続きまーす。おお、マルどうしたお前、悪いやつだな。チャンネル登録してください。